バリクパパンの回帰日食2016年3月8日から9日にかけて回帰日食が発生した。日付変更線の東では回帰日食は現地時間の3月8日に見られ、その他の場所では3月9日に見られた。回帰日食は月の視直径が太陽より大きく、太陽と月の見かけ上の経路が交わって、直接の日光がすべて遮られる時に発生する。 海気日食は地球表面の狭い経路で見られるが、部分日食はその周囲の幅数千キロメートルの範囲で見られる。2016年3月9日の日食の食分は1.0450で太平洋地域を横切るように見られた。インド洋で始まり太平洋北部で終わった。インドネシアでは中部スラウェッシュやテルナテ島を含む大部分できれいに見ることができたが、 海気日食経路上の最大の都市であるパレンバンでは、雲や煙によって隠されてしまった。インドネシアでは、この日食の日は祝日でアリバリ島のレ歴の最後の日であるニュピと重なった。通常、ニュピは静寂の日であり、バリ島のムスリムが日食の日に特別な礼拝に参加するためには、特面状が与えられた。2016年3月9日、インドネシア。 ボルネオ島、東南アジアとオーストラリアの大部分を含む太平洋の広範囲で部分日食が目撃された。インドネシアの複数の島々、ミクロネシア連邦の3つの干渉と中部太平洋では回帰日食が見られ、スマトラ島の日の出で始まり、ハワイの北の日没で終了した。東部太平洋では回帰日食の時間が4分以上も続いた。 インドとネパールの大部分では日の出の際に部分日食であり、東アジアの大部分では50%以上の部分日食が見られた。回帰日食の経路上の最大の都市はパレンバンでジャカルタから 423km、シンガポールから 478km に位置する。ありがとうございます。